K は定数としますと、方程式なんちゃらかんちゃらの異なる実数解の個数を調べましょう。ね、実数解の個数って言われたらなんとなくこう判別式 D かなみたいな感じがするんやけど、ちょっと今回はですね、ここ見てください。K ってついとやろ。ね、しかもこれ絶対値までついてますんで、ちょっとね、判別式 D で考えましょうではないのよ。実際にグラフ書いて考えましょうシリーズやね。で、しかもこれな、ここに K ついとうってことはもうこれやね。K イコールっていうふうにこっちにもね、X まとめちゃうわけよ。こうですか。こうやってまとめといて、これってさ、この式ってどういうことかって言ったら、y イコール絶対値 x の2乗マイナス x マイナス2の絶対値マイナス 2x っていう式と y イコール k っていう式の k っていう式の連立方程式を解いてますよっていう感じの式になってません？これわかります？これとこれをイコールガチャンって繋げてるからさ、こういうことよね。ほなやで、このグラフを書いてあげて、そこにこいつをグラフ書き込んであげるわけよ。ちなみにこの y イコール k っていうのは、 k って何かしらの数字やからな。 y イコール k っていうのは横一直線なわけよ。でこのグラフがこう上で k によっていろいろ変わるわけよ。でじゃあこのグラフとどこで交わるんでしょうみたいな。で交わってるところの個数を探しましょうってことよ。まあなんせここ行きますよ。こいつの式を書きますよや。なら、まあ絶対値ついとうからな、中がプラスの場合とマイナスの場合で場合分けしましょう。つまり x の2乗マイナス x マイナス2が、0よりも大きいよの時、つまり x マイナス2か2の方がマイナスかな、こうやな。そうしますとマイナス1よりもちっちゃいよっていうのと、2よりも大きいよか、こうやな。この時の話です。が一つな、まず。この時がまず一つ。もう一個はその逆で、x がマイナス1から2の間の時のことを考えてるわけよ。まず左の方行くで、こっちな。これは中身がプラス、絶対値の中身がプラスの時やから、そのまま外してるわけよ。y イコール x の2乗マイナス x マイナス2マイナス 2x よ。ということは、x の2乗マイナス 3x マイナス2かな、こうなってますよ。で、まあグラフ書くから平方完成しましょうぐらいな感じちゃうかね。イコール何ですか、半分しますやろ、2分の3やの2乗で、後ろにまあマイナス2がおるんやけども、この子の2乗、マイナス2分の3の2乗は4分の9ですか、こう引き算するから4分の8から4分の9いったら4分の17か。こんな感じだね。これが今回のこのグラフです。ちなみに、マイナス1からと2、じゃマイナス1よりもちっちゃいよと2以上やでっていう話だから、まあ、その瞬間の値も考えておきます。x がマイナス1の時は、y の値は何ぼですかって言うたら、マイナス1に2乗して1。で、プラスの1。あと、こっちの方がいいか。こっちに入れるか。マイナス1に乗して1、で、ここにプラス3のマイナス2やろ。ってことは、1足す3で4、引く2で2や。y は2。もう一個、x が2の時。この時は y の値何ぼですかって言ったら、2が4から、2、3が6、引いて、マイナス2からのさらにマイナス2やから、マイナス4か。ってなるよって話だね。はい、もう一個、こっちの方のグラフ考えておきますよと。こっちのグラフは、絶対値の中身がマイナスの時やね。ここがマイナスの時やから、マイナスつけて外さなかった。y イコール、マイナス x の2乗、プラス x、プラス2。で、後ろは引く 2x。こいつは絶対値関係ないからな。ということで、マイナス x の2乗、マイナス x、プラス2かな。はい、平方完成しておきましょう。マイナスでまとめます。そうすると、ここマイナスがプラス1になるな。の半分やから、プラス2分の1の2乗。で、後ろがプラス2がついとんねんけども、この子の2乗、4分の1にマイナスをつけたまま引くから、4分の1足すよと。ってことは4分の8に4分の1足すから、4分の9か。こうやね。ってなりましたよと。で、まあ、x がマイナス1とか2の時っていうのは、まあ、ここと一緒でしょう。ね。
ほなやで、グラフ書きますよ、言うて。書くか。頂点が2分の3マイナス4分の17な。マイナス4ちょい下か。マイナス4がじゃあここな。ちょっと待ってな。もう。まあ、ないか。マイナス4がこの辺におったとすると、2が上な。2が上でここ0な。2分の3、頂点2分の3の時に、2分の3の時に、マイナス4分の17。だから、マイナス4よりちょい下、マイナス4分の17の場所を、とんねんでやろ。ここな。ここを頂点。で、マイナス1の時に2を取りますよと。マイナス1の時に、マイナス1の時に2を取りますよや。ここ。でから、2の時に、マイナス4を取りますよや。こうですか。ちょっと待って、切片ちなみに何分やったな。切片マイナス2か。ってことは、マイナス2で、ちょっと気持ち悪い感じになったけど、こんな感じってことね。いやー、気持ち悪い。ちょっと待って、2の場所がおかしいんか。これもうちょっとこっちにするか。せやんな。だって、この辺。こうしましょうか。こうなってんねんでってことな。うまいこと書けませんね。こうね。で、ちょっと待って。いや、難しいな。綺麗に書きたいよね、やっぱりね。でも無理やわ。ごめんね、言うて、ここな。こういう感じになってますよ。で、くそ。あ、わかった。マイナス1の場所もだいぶ、左に書いてもとんか。ねんけどな、正味。マイナス1、この辺にしよう。ここ。ここで、上がりにな。ここな。ここでちょっとマシになるんちゃう。どう？まあ、いいでしょ、いいでしょ。こういう感じ。こういう感じね。こんな感じのグラフやで、言うて。ここもなんかぐにゃって曲がってるの気持ち悪いけどな。まあ、ええわ。こういうことね。はい。こうです。さらにもう一個。今度は、こっちね。頂点が、なんぼですか。マイナス2分の1か。マイナス2分の1ってここやないか。ここな。マイナス2分の1。で、上が4分の9。だから、2ちょい上や。だから、こういうとこですか？ 4 分の9にしとくね。ここな。で、そっから、ぐーって下がっていって、ここ通んねん。てって、こんな感じじゃん。で、ここもてっていって、こんな感じちゃいます？こうでしょ。うわ、ちょっと待って、逆や。一生懸命俺買い取ったのに。範囲がさ、ちょっと待ってな。めっちゃ一生懸命書いたのにな。こうな。ごめん。この範囲の時やな。マイナス1よりちっちゃい時やから、ごめん。こっちがどっちかというと、点点点や。これがいらん方やわ。で、そのまま、ギューンって続きますよや。そのままギューンって続きますよや。こうや。あぶねえ。よう気づいた俺。こうな。ここは点点点点ですよいう状態や。で、こっちや。こっち。こっちが、今度は、ここを、これ2分の1の、ここが、4分の9な。を頂点に持つような、こういうグラフってことよね。こういうグラフな。よいしょ。よし。で、点点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 。こんな感じ。これが書けたわ。よし。こっちのグラフのことな。これが今上の方のグラフが書けましたよと。あとはじゃあそこに、これよ。y イコール k っていうグラフを書きましょうと。y イコール k めちゃめちゃ簡単やね。まあ、ね、横一直線からバーンって。これ。y イコール k。こいつな。ほな、これが k の値によってはさ、こう、上ってなるわけや。k が0やったらここやし。ね、k がマイナス4やったらここや。っていう感じでいろいろ動くわけよ。ってなった時に、交わってる個数何個ですかっていうのは、ここやったらさ、2個で交わったやろ。でしょ？ここと、ここで交わってるやん。ね。それがずーっと下がっていくと、この瞬間やと、1個、2個、3個になるわけやろ。で、もうちょっと下げてしまうと、ここは、この状態やったら4個やろ。よいしょ。1個、2
個、3個、4個なるやろっていう感じ。だからそれで個数言えますよいう話や。どうしましょう。下からいきますか。マイナス4より下の場合は誰とも交わらへんから0個や。だから K の値がマイナス4よりもちっちゃいとき、あ、こっから答えやで。K がマイナス4にちっちゃいようのときは π の個数0個や。でな、もうちょっとずっと上がっていってマイナス4になったような瞬間はこのときはここだけ、ここだけで交わってるからこれ1個や。でな、K が4、マイナス4、マイナス4になったとき、このときは1個。ね、これよりもちょっとでも上がれば2個になるな。2個の場所っていうのはこのマイナス4のところからギューンって行ってここや。うわ、見にくくなっとるけど、ここは、これあれな、ここ2な。ここに書いておく、2って。こうな。つまり、マイナス4から2までは、しばらくずっと2個なのよ。交わるの。いい？で、しかもさらに、2個ってさ、こっちも2個じゃない？ 4 分の9よりも上。4分の9汚いな。よりも上な。まあまあ、とりあえず先にこっち書くか。あと4分の9ちょっと修正しとこう。4分の9ね。ほなら K の値がマイナス4から2までの間やね。この間の時は2個やでと。ということで K がマイナス4から2の間イコール入れたかんでの時は2個や。ちょっと待って、の時は2個やけどもう1個あるからな。ここに入っとこう。の時2個。もう一個の方はですね、これはね、4分の9よりも上の時やね。この時もこことここで2個になっとるから、4分の9よりも上の時も2個や。K が4分の9よりも大きいよ。の時2個や。こうしようか。はい。まあちょっと戻りまして。今ここ、ぎゅーって上がっててんな。で、この瞬間、2になった瞬間は、これ3点やな。こことこことこの3点や。もう1個3点ってここもあったやな。4分の9の瞬間、これもこことこことここで3点になるから、この2つは3点になるわけよ。つまり K が2の時と4分の9の時の時は3個で、最後この間の時な、2から4分の9の間の時は、4点になるわけよ。でしょ。1,2,3,4 やっていうことやわ。 K が2から4分の9の間の時は、4個というお話でございます。なのでこれが全部答えな。はいはいはい、いうお話でございました。まあ、なんせだからグラフかこういう風にながら K ついとうときな、X 以外の文字がポンって1個だけついとうときはそれで分け分けして連立方程式解いてますよみたいな感じで考えてあげましょうと。グラフ図示してって感じね。いうことでございました。はい、お疲れ様でした。